こんにちは、中本白秋です。今回はですね、180番の示線の美しい書き方について解説します。示す、こう書いて、こう書いて、この字ですね。でこれでこの右足を切り捨て、でそのためにこの点をちょっとこの辺に書いて辺にしたわけですね。そうすると上の点角はもう示線の場合はこういう点を打って、これ右あれは少し辺になりますが、右あれ強く書きます。そしてこうして、こうして、こっから書かないでちょっと下げたとこから書きましょう。そして右足を揃えます。この示線をですね、もう一つ書いてます。こうして、こう書いて、こっからこう書いちゃいますと、この辺りがこう窮屈になりますね。そうでなく、こう、こう、この点の真下に縦角を書いて、少しこう下げてこう書いてあげますと、この辺の空間のリズムが均一になります。そして、ここのとここを結ぶと同じぐらいのリズムですね。これ、上の方で点を打つと、ここはこういうリズムになって、このリズムとこう、流れが変わって見えますね。楷書体は画一的均一に書いていくのが美しく見えますので、こちらの方がいいわけですね。そういうことを意識して示線を書いてますと、こう点角を打って、こうして、こうして、ちょっと下げてこうと、こういうのを書きますよね。で作り、この作りもですね、下を揃えないで、どちらかというと少し上がったところで終わりにしましょう。例えば神様の神ってこう書いて、この点の真下に立てる、で点を打って、同じような高さから書き始めて、スーッとこういうの書きましょう。例えば服、この示線もこう立ってまっすぐよりはですね、ちょっとこうして、ちょっとこうなってるの分かりますか。そうするとこう線にですね、ひなりが出て、こう粘りっこい美しい線になりますね。これを書きましょう。ここでですね、ちょっと口と他の書き方、口の場合はですね、ちょっとこう書いてますけどね、口の場合にはこう書いて、こうして、こういうふうに閉じますね。他の場合にはこうして、こうして、これこう閉じると口ですけど、口の中に何か線が入った場合ですね、今口の中に縦横がこう二角入りましてね、そういう時にはですね、両方の縦角を下に出します。この中何もない時には横角を右に出して、この縦角を下に出す。ここは一緒ですね。ここが違ったの分かりますか。もう一度いきます。口はこう書いて、こういうふうに書いて、そしてここにですね、こう右側のリズムを維持してます。他の場合にはこう書いて、こう書いて、こう書いて、こういう縦角が下に出ました。このように覚えてください。以上、今回はですね、180番の示線の美しい書き方について解説しました。これで説明を終わります。